米大リーグドジャースは1日、日本時間2日、ロサンゼルスでワールドシリーズ、WS、優勝パレードを行った。大谷翔平投手は妻、マミコさん、愛犬デコピンと参加。2人と1匹の家族3ショットも公開されたが、まさかの人物が背後に映っていた。ファンから、聞け、わら、とツッコミが殺到している。画像、家族写真に入ってる、わら、 大谷マミコさんに割り込んだ同僚の画像、4枚目。夫婦の間に割り込んでいた。優勝トロフィーを両手で抱えた大谷。記念 T シャツに袖を通し、帽子を前後ろにかぶっている。隣にはデコピンを抱いたマミコさん。仲睦まじく、揃って白い歯を見せている。そんな2人の背後にいたのは、引けの愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデスナ内シュだ。サングラスをかけ、 しっかりとカメラに向かって満面の笑み。どうやら確信犯のようだ。大谷が自身のインスタグラムに、サンクユーラ、と記して写真を投稿。米ファンから、最後の写真でキケが映り込んでる。キケの紛れ込みよ、わら、最後の写真のキケよ、デコイだ。キケ、わら、キケが家族写真に入ってる。わら、おめでとう、ショーあなたはこれに値する、MVP。 と、ツッコミや祝福が殺到していた、大谷はバスの上でデコピンを抱える写真や、ドジャースの共同オーナーの1人、マジック・ジョンソン氏との2ショットなども公開。